悔しい思いをしておりますが、ファンの方々はもっと悔しいというふうに思っております。また来シーズンに向けて今着々と準備を進めているところです。今日は、ミスモフェスティバルですけど、皆様をもてあますじゃないですね、申し訳ないです、噛んじゃいました、緊張しちゃって、おもてなしですねをする会だと思っています。チーム、関係者全員で、皆さん楽しんでもらえるようにですね、頑張りたいと思いますので、今日一日よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。今日のトークショーは英語だけ。2012年って書いてありますけれども、2010年